おはようございます。釣り子 TV です。これ、OSP のね、新しいワームが釣り具屋さんに並んでましたよ。こんな感じでね、小粒なドライブ SS ギルっていうことで、2インチサイズなんですね。なんかね、風の噂でサイズ展開なんていうね、のは、聞いたことがあって、でっかい方に振るのか、ね、はたまた小さい方に振るのかっていうのがね、ちょっと楽しみだったんですけども、まずはサイズ展開としては、この小型サイズの2インチ、これが出てきましたね。最初のモデルが 3.6 インチっていうことで、だいぶ印象が変わるんじゃないかなと思ってね、一袋買ってきてみました。まずパッケージはこんな感じで、なんかね、ここの青い感じが新しいなって、釣り具屋さんで見てもね、あ、なんか新しいのあるってね、一目瞭然で分かったんですけども、で、カラーはですね、グリーンパンプキンペッパー、ね、まあ、定番のカラーですよね。さすがに人気でね、釣り具屋さんに行ったらもうこの一色しかなくて、どうにかこうにかね、一袋をとりあえず買ってみようなと思ってね、買ってみて、これからどんな感じか開けていきたいと思います。で、オリジナルというかね、一番最初に出たモデル、それもね、こんな感じであるので、サイズ感の比較なんかもね、しながら見ていこうと思います。じゃあね、早速開けていきます。おお。はい。わあ、いっぱい入ってる。ね。ああ、匂いはね、ちょっとエビっぽい感じのね、独特な、まあ、すげえ匂いがします。え？あー、そっか。こんな感じ。小型で2インチになるっていうことですが、あー、そこは OSP ですね。すんごい細かい仕事がされてますね。3.6 インチと、まあ、若干のバランスは変更してるんでしょうけど、こういう細かい、ここにね、粒々があったり、で、この独特なね、アクションというか、このテール、これもね、繊細だけどね、いい感じで上から見るとね、こうなってるんですけど、なっておりますね。どこで使おうかなと思って、このサイズだとスモールマウスバスなんかにも効きそうですけども、ラージマウスでもね、ほんとブッシュによってちょっと、大きめのサイズのギルが群れているブッシュから、はたまた地ギルがやたらいっぱいいてね、それが定期的にこう変色されているね、そんな状況なんていうのもあるかと思います。そんな時に、まあ、イメージとしては、まあ、小さなテキサスリグとかね、あとは、スモラバのトレーラーとかで投げ込んでみたいな、なんていうふうに思いますけども、こっちの最初に出た 3.6 インチね、これね、これはまあよく釣れたなっていう印象で、なんていうかね、デプスのブルフラットとか好きなんで、まあそんな感じで使ってみたところ、サイズを選ばずね、片っ端から釣れちゃうね、ブルフラットっていうね、そんな印象があったんですよね。ブルフラットって結構大きいのが選んで釣れるギル系ワームっていう印象で、これは似たようなサイズ感なんですけども、まあ、いろいろなサイズが食ってきちゃうね。すげえ、まあ、味とか匂いとかいろんな複合してたと思うんですけど、そんな感じだから、釣りの大会の時とか使うことが多いなって印象なんですね。もうサイズは問わない、とにかくリミットメイクしたいなんていう時に、この SS ドライブギルを使って、そしてまあリミットが揃って、ここからサイズアップっていう時に、ここから例えばブルーフラットにシフトチェンジしてとかね、そんな印象でこうギル系ワーム使い分けたりしてるんですけども、そこに来てこういうね、小型サイズが登場っていうことで、大まかにはね、本当この大きなモデルと独特なね、なんつうのかな、こうフラッターリングというか、なんかすごい回転するようなアクションが出そうなボディバランスが、この小さい方にもね、継承されているのかな、なんていうふうに見えますけどもね。実際に使ってみたらどうかな。で、まあ、このサイズ感だと、例えばこのまんま
海釣りなんかでもね使えちゃうんじゃないかなと思ってね、まあそこら辺はね、早速ちょっと持っていこうかななんていうふうに思ってるんですけども、まああとここを見るとですね、シンカー 2.7g 前後のオフセットフック3番での、ダウンショットリグなんていうのもね推奨されていたり、あとはスモールラバージグトレーラーね、ライトキャロライナリグね、基本セッティングのところではテキサスリグとダウンショットリグっていう風に書いてあるんで、まあそこら辺がね、一番最初やってみようかななと思うんですけども、ああでもね、スモーラバのトレーラーなんかねこのサイズ感だから効きそうですよね。まああとはダウンショットで深場のちぎる食いの状況の時、そんな時にも使ってみたいな。そんな時ってのがどういう時かっていうと、結構真冬ね、1月とか、ああもうなかなか釣れないね、そういう時に例えばブルーギルってなんかある程度冷え込むと急に姿消すじゃないですかね、あれ今までよく見えてたのにないなくなっちゃったな。そんな時って結構ディープのいいところに、群れでいてこうなんか越冬してるというかね、そんな感じでいるっていう印象なんですよね。魚群探知機なんかで見てもワカサギとかって比較的上の中層とか、あと下のね、まあそれでも中層とかに群れで映ったりするんですけど、そうじゃなくて下にこう帯状にずらーって何か映った時ね、これはね聞いたことがあるんですけども、実はそれがちぎるなんだなんていう噂も聞いたことがあって、そういう魚群探知機真冬のね波形なんか見つけることできたら、そういう時にダウンショットとかね、あとは真冬で腹筋を良くするために、まあここには書いてないですけども、ジグヘッドの具にしてね、そんでまあ 1.3g とかでディープに落としてね、ちぎるを食ってるバスを狙えないからね、そんな感じで。ハイシーズンはどうすかね、まあこういうサイズを使うことが多いのであんまり投げる機会は少ないかと思うんですけども、まあまあちょっとせっかくね一袋変えたので、まずは数もね 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9本ぐらい入っているので、やってみようかなね、価格はですねこれで780円でしたね。これこういう感じの数が入っていて、で、780円ということで、じゃあね、あとね重さの方も測っておきたいと思いますね。これはまあ大きなサイズとだいぶ重量感なんかも変わってきてるんじゃないかなと思うんですけども、はい、じゃあね OSP から新しく出たですねドライブ SS ギルの2インチ、これは何グラムでしょうか。あ、小粒ですけど 2.3 グラムあるんですね。だからまあこれに何だろう、スモラバとかをセッティングしたらね、およそ 5g 近くになったりとか 4.5 とかね、そんぐらいになったりしそうだなって考えると、小粒だけどコンパクトシルエットでね、魅了するような感じの、まあベイトフィネスみたいな、タックルの具にもちょうどいいんじゃないかなね。いろいろちょっとねやってみたい感じのリグが頭の中にいくつか思い浮かんでおりますが、でこっちのね 3.6 っていうのは 12.9 って出ましたね。というわけでまあまあまあ大きさとかボリューム感はねこう全然違うんですけどもね、それぞれの出しどころがあるんじゃないかなって。まあこれよく釣れるワームなんで、まあこれもよく釣れるワームだろうっていうことで、でこういう感じでサイズ展開来ましたからね、あとはねちょっと楽しみなのが大きな本をね欲しいっすよね。今一番大きいのが 3.6 インチだから、まずはねまあなんだろう 3.6 インチ、まあ 4.8 インチ欲しいですけど、まあ流れ的には 4.6 インチとかになるんですかね、はたまた 5.6 インチとかね、これでねここら辺に人気が火がついてね SS ギルいいねなんてなって、さらにちょっと大きい方のねサイズ展開なんかあったらね嬉しいななんていう風にね、これね本当オリジナル箱グリーン
グリーンって回るようなあの独特なね、まあ、これはこれにしか出せないような動きがあるなぁなんていう風に感じておりますので、まあ、そういう感じでまずはねこういう小さいサイズ展開があったので、まあ、釣り子 TV 的には大きい方のねサイズ展開なんかもね楽しみにね、OSP 見ていきたいなぁなんていう風に思いますが、はい、というわけでまあこういう感じでね、開けてみたんですけども、でちょっとねまだ外明るいんですけども、暗くなってからですねまた水中でねどんな感じで動くのかなんていう風にねちょっと動画撮ってまたねすぐにね近日中に上げたいと思いますので、ぜひねコメント欄でこういうリグでやってみてほしいなんていうのあったらね書いといてくれればあればできるだけねやろうかと思いますので、まずはここに書いてあるようなテキサスリグ、ダウンショットリグね、スモールラバージグ、トレーラーね、あと猫リグはどうなんだろうとかね、あジグヘッドにつけたらとかね、いくつかね気になる、リグがありますので、そんなところもね、いろいろと夜鍋してね、動きを見ていきたいと思います。本日はねとりあえずねこうどんな感じかななんていう風に開けてみましたけども、はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、OSP から新しく出たですね機体のギル型ワーム、ドライブ SS ギルの21、これを開封してみたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。